さあ今日はもう2021年末も末、ついにこちらのお車を納車になりますんで、納車に同行してお宅訪問、お宅突撃をお伝えしたいと思います。一体どんなすごいお家なのかちょっとお伝えしたいと思います。ただいまお客様宅へ向かっております。はい、関東某所、関東某所ですね。はい、はい、でもちょっとこの黄色い、もうそもそもアベンタってめちゃめちゃ目立つじゃないですか。そうね。それでしかも黄色じゃないですか、イエローじゃないですか。それをさらに改造して、なおかつ黄色、イエローを増やすって、そうだね、もうすごすぎないですか。割と結構うちアベンタいじったりしても、ちょっとこうシンプルにとか、ちょ黒くとかって多いじゃないですか。それをここまで黄色、イエローで突き抜けるって、ちょっとあんまり他でもいないですよね。そうだね。昔にもっとほらエアロパーツが結構もっといっぱい売れてる時っていうかさ、はい、もう10年も前の話だけど、はい、そういう時ってやっぱもうとことんっていう人がやっぱ多くて、やっぱ作業もすごいね、そういうのってオリジナリティがあって楽しかったけど、結構やっぱパーツある程度ね、この時代になってこう決まってきて、でやっぱここまでやってもらえるって、作業する方も案内する方も楽しいよね。ほら気持ちがいいです、うん、ここまで振り切れてると、うん、そうするとなおさらこう家が気になるんですよね。そうなんだよね、オーナーさんのこのライフスタイルと家がね、もうすごいの、はい、まあ俺ん家もね、戸建てだけど、はい、俺ん家が何個か入っちゃうなってその辺はちょっと若干想像通りなところもあり、ちょっとこれから行っていきたいと思います。2021年、じゃあ富山さんが触らせてもらった車で一番印象に残ってる車って何ですか。やっぱでもこれは残るよね。あ、強烈ですもんね。そうだね。あとはまあまあやっぱまあゲレンデが多かったから。あ、確かにゲレンデはもうどれっていうのはないけど、ゲレンデももうとにかくとことんやるやつから、そうだね、もう軽くちょっとこう使いやすくっていうのもめちゃめちゃ触りましたね、うん、あとまあ F8、RS5、 ああ、また大宮店割とこう車種が幅広いっていうか、まあそうだね、いろんな車触らせてもらったっすよね。そうだね、車種の幅確かに大宮はまあ広いね。めちゃめちゃ綺麗な200に丸2あったね。あれかっこよかったっすね。丸2もそうだし、うん、あのお客さんのタルが、あの古いタル、クレノスか。そうそうそう。へえ。67年とかもあった。え、そんな古いやつですか。うん。50年も前タルがも持ってるし。だって言ったらスーパーカーより見ないですからね、あの辺の車って。見ないね。見ないですよね。でもやっぱね、センターキャップ、ホイールのセンターキャップとかも、うん、ボロボロなの。うん。で、なんとか復活させたいじゃん、うん、センターキャップだけ預かってる今すかいや、なんかこう車すごいこう綺麗にしてあるし、で、この間預かった時もちょっと手入れさせてもらって、はい、やっぱここってエンブレム前後のバッジとかもこの間ちょっと綺麗にさせてもらって、うん、言われてないんだけどね、うん、センターキャップもなんかあのオリジナリティのまま綺麗にしたいなと思って、ちょっと預からしてくださいなんて。なるほど。ちょっとじゃあそういう古い車、ウェルカムではないですよね。ウェルカムなんですか。いやいや、できることがあればウェルカム。ちょっと整備があってなるとなかなかね、今そうですよね、キャブ車を直せるメカニックってそうですよ、ね、なかなかね、あのボンドにも少ないからどこまでできるのって感じだけど、ただまあまあいろんな外注さんとかもあるし、まあまあそこは、まあ、車種問わず年式問わず全然大丈夫だけどね。なるほど。あれ、これ折り損なってますね。折り損なってるの、俺喋りながら、ね、時間ちょうどよくなっちゃった、はい、早めに出てきたんで大丈夫ですね。ちょっとじゃあ向かいましょう。もうだいぶ近いですよね。閑静な住宅地でちょっととんでもハウスが出てくる気配が全くないですけど、まあまあもうちょい。本当ですか。え、これっすか。
やばい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 、マジっすか。え、待ってください、ちょっと周りのお家とのサイズ感がなんかちょっとこういや、サイズ感すごい、サイズ感がバグってますね。戸建てが何個か入っちゃうんですよね、はい、モザイ画面いっぱい全部、うやばございます。シャッターの中にもう一個シャッターがありました、はい、マジっすか、やばいやばいやばい、これだってあの画面の端から端まで全部お家なんだけど、やべえ、なんかもう施設じゃんマジっすか、バイ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 、ラインナップもすごすぎて言葉が出ません。すごっ。だってガレージの中のこの外壁っていうかその壁とか床とかアベンタドールと、はい、458と FD が、 FD もめっちゃ綺麗、改造してあるし、すげえ。458もだってもうこってこてに改造してあるよ。こっちの FD も普段乗られてるんですか。あ、そうなんですか。今やめちゃめちゃ貴重な FD が、すごい、しっかりちょっとちらっとだけど車が眺められるスペースがあったりとか、これいいね、これだったら家で車いじれるね、エアコン完備だし。9台っていうけどこの9台楽に入るからね、詰めなくても。だってアベンタって幅2メートルでしょ。いやこれちょっとインパクトといったらちょっとかっこいいですねあ、そうだよ、ね、すごっ。これ全部携帯で、あ、もう完全これ操作できる、もう全部家の、え、そうなんすか、携帯で操作できる。え、照明とかシャッターってことですか。わ、すごっ、やばい。帰ってきてシャッターとか撮るのも全部携帯でやる感じです。そうですね。もうじゃああれなんですね、車にこうシャッターにリモコンついてて、あ、家電動シャッターだ、シャッターなんだ、すごいなって、そういう時代じゃないですね、もうすごいだってこれ高さもすごいありますよね。いやいやいや、すごい、こんなにこんな高いのないですよね。いやいや、あんまり見ないですよね。こんなお客さんとこ行くけど高さめっちゃありますよ。だってだってゲレンデとかでも上当たっちゃうからちょっとこう車高上げたいとかできないとかって結構言われますけど、だって余裕で 2m50 ぐらいあるんじゃないですか。そして、はい、お家の中がこちらから少しご覧いただけるんですけど、まあ、あの PV に出てくるやつよこれアメリカのあのヒップホップの PV に出てくるやつ、すごっ。そしてこっちには S クラスが新旧2台、そっちもだってロリンザフルじゃないのこれ。そうだね、フルだねこれ。へえ、これがだってもうちょっとこれねえ、なんかこれテレビでしかこう見ないでしょ、みんな見ない、門の中にこう門があってこの扉もう絶対高いんだろうなっていう、こういうまず呼び出しの玄関がないですね、はい、片側でもオレンジより大きいんじゃないかなこれ宅配の人とかもびっくりじゃないですか。そうですね、ですよね、宅配の人もうここで止まっちゃうんじゃないちょっと入れないっていう絶対間違いないですよ。はい、マジっすか。そうなんですか。手元のところだけもう一回ちょっとやってみてね。すごい、あ、そうなんです。なんか専用のアプリっていうか、そうそう、じゃあもう全部そういうスマホでお家が使える。玄関も
本当だ、全部スマホでお家がコントロールできるようになってるんですか。マジっすか。あ、すごい。え、すごっ。映っちゃってるな。あれ映っちゃってるわ。え、マジっすか。あ、じゃあこれ外に行ってんじゃない。もうこれこれ。すごっ。あの滝が。マジっすか。シャンデリアもあるじゃないですか。お城だよね。これ城っすね。こんな大体壁紙初めて見ましたよ。床もこれなんどうなってんすかこれ。ちなみに、間取りを発表していいですか。間取りなんと間取りが QLLDDKK という。僕がこうどもっちゃってるんじゃなくて本当に DDKK。 あの普通に2世帯の、はい、そういうことですよね。もう2世帯どころじゃないですよね。DDKK ってマジっすか。とてつもない。いやでも納得しました。はい、車と、はい、もう家がもう、はい、完全一致しました。これがもうめちゃくちゃ言ってたの分かるでしょ。アメリカのラッパーのあの PV に出てくるやつでした。すげえ。マジっすか。はあ、いやありがとうございます。はい、もうこんなのを見せていただいて。お庭とかは。あ、いいですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっと今お庭に行っていい許可がいただいたんで、はい、じゃあな。恥ずかしながら僕の自宅のあの6個分ぐらいあります。すごっ。ちょっと待ってください。あんなでかいヤシの木本当に個人宅で見たことないですよ。そうだよね。最初はプールなんて。そうね、そう言ってましたよね。マジっすか。でもこのサイズだったらプールいけますね。これももちろんあれですよ、お家建てるときにこのヤシの木運んですよね。マジですか。じゃあいいですか、開けさせていただきます。広っ。いろいろ行くまでにいろんなドア開けなきゃいけない。裏もこんな広いんですか。こんなこう、なんか石のデッキって見たことなくない。やっぱリゾートじゃないですか、完全に。滝が、いや、なんかこれ休日に、はい、ああいうところに座って、はい、何時間も過ごす。確かに確かに確かに。すごい。俺たちも貧乏すまなくて。座って休む時間ってない。で、これが例の滝ですか。すごっ。このインパクトないです。ないです、ないです、ないです。すごっ。これ玄関開けた時のインパクト半端じゃないっすね。そうだね。滝あるの、はい、でちょっとまだ、まだあるんですか。ちょっと許可いただきました。はい、なんすかこれ。まあ、箱庭。箱庭、箱庭ってどういうことですか。ちっちゃいお庭ってことですか。そう、このあそこのガラスの中お風呂なんだけど、はい、お風呂から、はい、なんすかこれ。あの、獅子おどしでしたっけ。獅子おどし。あ、こっちは別の和の空間になってるんですか。そう。すげえ。いや、だからこう、お風呂入ってお湯船に行って。あ、こっちがお風呂なんですね。あの景色が見えるって。すごっ。お風呂から出ないよね。出ないですね。ここに住めますね。はい、で滝もだって僕これちょっとあの電気代心配しちゃいますもん。循環ですよね多分。はい、そうですね。普通はそうだよね。そうですね。ちょっと電気代をちょっと心配しちゃいます。なんか動かしてくる。マジっすか。お、すごい。すごくない。すごい。あれがコンって言うんですか。コンって言うの。コーン取ってよ。すごい。すごい。マジですか。すごい、ね、すごいです。いや、それはもうアベンタもあのぐらいちょっと派手に仕上げないと。そうだね、はい、バランスが取れないですよ。
いや、こんなんちょっとリゾートホテルでしか見たことないですよ、こんな空間。そうだよね、はい、ちょっと僕座らせてもらって。あ、どうぞ。富山さんが僕よりどんどんズーズーしくなって。こういうの夢じゃない、なんか。いや夢っすね、本当に。で、こっちのヤシの木を見てですか。これ一日いられます。すごい。はしゃいじゃいますね、ちょっと。これ大変ですよね、お手入れとかお掃除とか。やっぱ業者さんが入ってもちろんですよね、専門のね。そうですね。だってこのヤシの木ですよ。いや、これあの大宮店 の, あの店舗前にあの小さい、ありますありますあります、はい、あれの値段知ってると、はあ、これもすごいのよ。ちっちゃいのでも高いんですか。高い。へえ、これすごいのよ、これ。国産車1台分ぐらい。そうですね。庭にこう植わってるのがこことそっちと。ここ端で。はあ。30メートルぐらいあります。もう富山さんが小さいです。あれ8軒目っておっしゃってましたっけ。7軒目一番大きいんですか。でもその7軒もだって絶対普通のこう僕が住んでるようなお家じゃないじゃん。ありがとうございます。ありがとうございました。福田さんちょっとあのギリギリになっちゃってすみませんでした。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。こちらよろしくお願いします。ちょっと何かあればご連絡いただくのと、伝票の件また年明けにご連絡させていただきます。はい、すいません。ありがとうございます。失礼します。というわけでちょっと今帰り道ですけども、すごかったっすね。いやすごいよね。ちょっと普通じゃないよね。めちゃめちゃ強烈だったっす。いやもうお家でも言ったんですけど、ちょっと車とちょっとそのバランスがちゃんと取れてますよね、お家の。いや、すごいいつも優しくて、あのすごくあのよくしてもらってる、あの本当にいいお客さんなんだけど、あの家見ちゃうと、もしかして何かあるんじゃないかっていう。スタジオとして貸し出しできるレベルだと思うんですよ。あ、できるだろうね。だってヤシの木だって600万円じゃないですか。いや、もう何百万。あれが3本ですか、4本ですか、立ってて。そうだ、ヤシの木もだってレベル高くないですか。ハードルが、なんか形がなんかこうね、本当なんかもうそういうなんか観光地とかさ、わかります。観光地もかなり力が入った観光地にあるようなさ、植物園ですよね。本当だよね。まあ、ヤシの木も頑張れば買えますよ。頑張ればローンとか組めればローンを組めば買えますけど、あれのサイズを植えるってもあのサイズの庭がないとじゃないですか。しかもあのサイズの庭って言ったらもうそれのサイズのお家がないとダメじゃないですか。いやいや本当だよ。だあれができるってすげえですよね。お自宅にね、こうやっぱお掃除とかこの手入れの業者さんを ね呼ばないとっていう、うん、その環境に自分を落とし入れていけないから。いやいやいや、もうできないですよ。ランニングコストもだってかかるわけじゃないですか。すごい。そして皆さん気になるご職業の方は、世の中のためになるケースか。あ、まあそうだよね、はい、こう世の中をこう循環させる、こうすごくそうだ、ね、ためになる系のお仕事っていうことみたいです。いやでもすごいですね。1台でってことですもんね。じゃないんですか。あ、いや1台で1台ですもんね。いや今回は本当に言葉が出なかったです。すごすぎて。いやすごいよね。これでやっぱ7軒目なんかやっぱどんどんこう大きくこうこだわりを持ってこうどんどん家作るの好きになっちゃったって。 あ、そうなんですか。そうそうそう、言ってたけど。というわけで今回はちょっととてつもないおうちに納車同行させていただきました。ちょっと他にも行ける機会があったらぜひ行ってみたいと思います。そしてうちの家も取りに来てくれよなんていうのがあればぜひぜひコメント欄までコメントください。というわけでボンドチャンネルをチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。